皆さんこんにちは、春瀬ひなです。新年明けましておめでとうございます。今回は新年早々ちょっとお知らせがあって動画を撮影しています。実は私、韓国語のオンライン講座を開設することに韓国語のオンライン講座を開設することになりました。というわけで、この講座を開設するにあたった経緯をご説明すると、何本か YouTube の動画で韓国語系の動画を出させていただいてるんですけど、結構コメントを見てて思ったのが、韓国語の基礎の部分とか文法の部分でつまずいている方がかなり多いなと思っていて、で私自身その学校で、もともとは韓国のドラマだったり K-POP のファンだったっていうところから、なんとなく韓国語とすごい触れ合ってはいるけど、全然喋ったり読んだりはできないっていう状態から、大学の講義を受けたりとか、韓国の短期留学に行ったりして結果的に話せるようになったんですけど、そこのなんか必ずしもみんながみんな大学で韓国語の授業があったりとか韓国の語学学校に通ったりするわけではないと思うので、そういう独学で学んでいる方に向けて、こう今まで私が学んできたことをギュッと詰め込んだなんかオンラインの講座とかを作れたらいいなっていうふうに思い始めました。それで、解説することになったんですけど、具体的にどういう講座かというと、このテキスト、これ私が案件とかでは本当に何でもなくて、私が大学の時に何種類か韓国語の授業を取ってたんですけど、そのうちの一つの授業で使ってたテキストがこれで、正直基礎系の韓国語の授業の中ではこのテキストさえあれば十分だなと私は勉強していて思ったので、このテキスト丸々一冊を全部私がオンラインで解説をするという講座を作りました。独学だとどうしても途中でわからないことがあった時とかに質問できなくてでつまずいちゃったりとか、短期で習得しようとしても思いっきりガンガン進めてって、結局浅い理解で終わってしまって、まるまる勉強したはずなのに何もこう頭に入ってないとか、全然読めないし喋れないっていう感じの方とか、途中でモチベーションの維持ができなくなって諦めてなあなあになってしまっているみたいな感じの方が多いのかなっていう印象を受けたので、1週間から2週間に1回のペースで配信される講義っていうのを丸々1冊分作りました。なので、どういう方に向けて作ったかというと、学生さんとかで部活とか授業が忙しくて、放課後だったりとか空いた時間にしか韓国語勉強する時間がない方とか、あとは社会人で普段働いていて、その退社後とか休みの日にちょっと勉強したいっていう方、学校に通ったりするの金銭的にも時間的にもかなり余裕が必要になってくると思うので、そうじゃなくてその自分のライフスタイルに合わせて空いた時間を使って、しかもそんなコストも抑えつつ効率的に 短期でパッて喋れるようになりたい方に向けて作りました。なので、ポイントとしては、費用がかなり他のオンライン講座だったりとか、その大学の塾とか語学学校とか語学塾とかに比べて圧倒的にコストが低いってことと、あとは自分の好きなペースでオンラインなのでいつでもどこでも好きなタイミングで勉強できるっていうこと、あとは、24時間いつでもチャットで質問していただけるサービスもつけてるので、分からないことがあってつまずいてしまう方ってかなり多いと思うんですけど、分からないことがあった時にすぐにその場でチャットで質問していただければ私がチャットで分からない部分を回答するので、そうですね、分からないところがあってもつまずかない。対面での授業だったりすると、次の授業の時に先生に質問しようとかになると、なんか分からないところがそのまま1週間丸々放置で次の授業になるまで質問できなかったりとかで、そういう授業を受けてる場合って受けてる人が1人だけじゃないと思うので、他の生徒の人たちがみんな質問してると、ああもう今度でいいかみたいな、待たないといけないし時間ないからまた今度聞こうみたいになって、結局ずるずる引きずって最後まで聞けなかったりとか、対面ならではのトラブルっていうかデメリットもかなりあると思ってて、私自身も対面で韓国語の授業を受けていたので、やっぱり他の子と進捗を合わせないといけなかったりとか、そのテストだったら紙を配る時間とか宿題回収する時間とか、なんかこう必要な授業とは別の部分でかなり時間を取られるので、結局なんか進みきらなかった部分、この部分はちょっと今日できなかったところは自分で家で勉強しておいてくださいみたいなのと
かも結構出たりして、意外と説明とかも浅くなっちゃったりとかするんですよ。あとは聞きたいことがあっても他の子が聞きたいところがあると、自分は分かってる部分でも聞かないといけなくて、それに時間割かれちゃったりとか、なんだかんだで集団授業の方が手厚いサポートはないというか、細かい説明をする時間がないなというふうに思っています。なのでそういう意味では今回のオンラインの講義は時間制限なくなのですごい短い回とかなり長い回とか、こう結構バラバラなんですけど、必要な説明は省かずに全部話しているのと、あとはなんかこの部分はもう丸暗記するしかないので、全部ここは丸暗記してくださいっていうところと、あとはここはなんか覚えてくださいって書いてあるけど、全然正直覚えなくても全然話せるし、今はふんわりしたイメージでなんとなく覚えておけば後々何回も出てくるので、こうだんだん定着してくるので、今はそこまでがっつり覚えなくて大丈夫ですとか、こう自分の勉強してきた過程で得た知識をもとに、いろいろ明確にここは覚えてほしい部分と覚えなくてもいい部分っていうのをはっきりお伝えしているので、そういう意味でも無駄な努力なくというか、なるべく効率的に勉強ができるようになっています。なのでもし興味がある方がいらっしゃったら、一応概要欄にリンクを貼っておくので、申し込みをして、一緒に今年の1月から韓国語を話せるようになりましょう。最短3ヶ月ですね。3ヶ月で講座が終わるので、春休みぐらいにはもう韓国語が話せるようになって、韓国旅行とかにも行けるよみたいな内容に一応なっているので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。で、私の一応夢の一つでもあったので、その語学、英語とか韓国語とかいろいろ勉強しながら、語学の習得の仕方みたいなのを自分以外の方に、自分が学んできた知識をもとにお伝えするっていうようなお仕事をするっていうのが一つの自分の夢でもあったので、その夢の第一歩ということで初めて作ったので、ちょっとこれがどのぐらい需要があるのか本当にわからない、かなり不安なタイミングではあるんですけど、もう編集、撮影から編集まで全部自分でやって、価値のあるものだと私は思っているので、ちょっと皆さんがどう思うかをね、受けていただかないと何とも言えないんですけど、ただ今まで私が勉強してきたことは全て詰め込んでいて、かつ私は、このテキストで韓国語の基礎を全部習得することができたので、そういう意味でも一応実証済みという保証はあります。なのでもし興味がある人が、もし興味のある方がいらっしゃったらチェックしてみてください。ちょっと今日はそのお知らせの動画でした。YouTube の動画の更新がかなり減っていると思うんですけど、それがこの韓国語の講座を作成するのにかなり編集の時間と撮影の時間を要していたっていうのが結構大きい要因なので、一応一段落ついたので、これからは普通のエンタメ系の方の YouTube の動画も頑張って更新していこうと思うので、これからもよろしくお願いします。じゃあ今年もよろしくお願いします。というわけでご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。